はい、編集部小松です。今日我々はですね、なでしこジャパンのちょっとチームから離れまして、ニュージーランドのオークランドに来ております。ちょっとサブチャンネルの方でも、ファンフェスティバルの様子とかちょっと、アップしたりとかしてるんで、ぜひそちらもチェックしていただきたいんですが、今日はですね、はい、後ろに見えますイーデンパーク、オークランドのちょっと郊外にあるんですけれども、こちらでイタリア対アルゼンチンが行われるということでございまして、ぜひですね、イタリア推しの我々のチャンネルとしてはイタリアの試合を見ないわけにはいかないだろうということで、細井さん、伊藤さん、北川さん、湯気さんなどなど皆さんの思いも背負って、今日は見に来たというところでございます。ただですね、ちょっとスタジアムの外、最初ちょっと来る前、2時間ぐらい前かな、僕ら着いたんですけど、もう大体アルゼンチンのサポーターっていう感じだったんで、まあ、この辺は相変わらずだなというか、アルゼンチンの熱も感じながら来たという感じでございます。はい、なので、まあ、他の試合がね、どんな感じの雰囲気で行われるかっていうのもチェックしていただきながら、まあ、ここのスタジアムはなでしこジャパン勝ち上がったら決勝トーナメントで使う可能性がありますので、また来ることになるとは思っているんですが、まあ、そのちょっとリハーサルも兼ねてということになりますので、行ってみたいと思います。あれ越してまあ、僕らはスタジアムの中で動画は撮れないので、スタジアムの外今うろうろしてるんですけど、FIFA ストアもね、あの中にももちろんたくさんあるんですけど、外でも売っていて、アルゼンチンとイタリアのグッズがね、ユニフォームとかオリジナルのジャージとかいろいろ売ってるっていう感じですね。伊藤さん、なんか欲しいですか？Today's match is cup. Thank you very much. Enjoy your day. Thank you. Okay. So this one here? Yeah. So just one side? Yeah. Here we go. Thank you. Thank you. Thank you. ゲットしました。今日のマッチスカーフです。ちょっとまだくっついちゃってるんであれですけど、イタリアとアルゼンチン、はい、ということでゲット。今日のマッチスカーフ、日本戦もねちょっと売ってたみたいなんで、僕ちょっと初戦買わなあるって知らなくて買わなかったんですけど、青と水色が、アズリとセレステがいい感じに、はい、ということでございます。ちょっと1個しか買ってないんで視聴者プレゼントではございませんのでご了承ください。35ドルかな、なんです、3000円ぐらい、はい、かなと思います。ちなみに今後ワールドカップ来る人もしいたら、会場は、基本的に FIFA はビザがスポンサーなので、ビザカードだと 10% オフになります。僕ちょっとビザユーザーじゃないので、35ドルになってるんですが、はい、もしビザを持ってるって方はビザで買うのが良いかなというふうに思います。
my toes, they I wanna sip of the drip, watch out when they getting too close, hey. Turn it up, cause I come in cut, say, don't you interrupt. Everybody watch me, gonna level up. No, you cannot touch me, chipping in the cut, dodging paparazzi. Big bands, feeling generous. Got a big house, that's my preference. Sitting pretty at the top, Mount Everest. Yeah, I'm bouncing. ということで本日は1日、イーデンパークオークランドで、過ごしてまいりまして、イタリアアルゼンチンが終わりまして、イタリアが1対0で勝利ということでございました。やっぱ試合前のイタリア国歌とアルゼンチン国歌を聞くとやっぱちょっとグッと上がってくるものがあるなっていうのは変わらないなというふうには思いましたね。であとアルゼンチンのサポーターはずーっと歌ってるっていうのはもう、いつでもどこでも変わらないということでございました。試合内容はアルゼンチンの方があのなんかちょっと前がかりな感じ、ドリブルで仕掛けるとかパスちょっとつないで頑張ってビルドアップするとか剥がすとか面白い感じでやってたんですけど、まあ、ちょっとその剥がし終わった後の次の一手の判断が間違ってたりとかちょっとミスしちゃったりっていうのがあってなかなかゴール近づけなくて、イタリアは逆にあのちゃんと守ってあのしたたかに最終的にはサイドから放り込んであのヘディングっていう今大会ありがちなパターンなんですけど、っていう形でしたけど、まあ、あの下馬評ではイタリアが有利だったんですが、まあ、その通りの勝利結果というふうなことになりました。はい、ちょっと我々はまた今度日本チームに、戻りますので、2戦目の試合会場となるダニーデンに今度は移って、またいろいろ日本のなでしこジャパンの情報をお届けできればと思っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。